やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ご報告です。嬉しいご報告。薄い式西洋暦ヒーリングのティーチャー、マスターとも言いますけど、ティーチャー、マスターになりました。やったー。ですね、ライブでさ、新月、満月のライブの旅にさ、暦やってるじゃない、皆さんに遠隔で。で、その旅に結構、ね、複数の方から、玉木から教わりたいみたいなね、玉木から伝授されたいみたいなことをおっしゃってくださって、ありがたいな、ありがたいなって思いながら、ティーチャーだけずっと撮ってなくてですね、サードまで撮ったのも、占いを始めた時に一気にわーって撮ったので、十何年前よ、もう。13、14年、もっと前、15年くらい前に、そう、撮って、で、結構お金がね、高くて、先生の、設定にもよるけど、そう、ティーチャーにまで自分並ぶ必要あるかなって当時迷ってて、で、お金も高いし、そう、どうしようと思ってて、サードまでは撮ったんだけど、ティーチャーを撮らずに十何年過ごしてきちゃって、うん、で、そう、でもその皆様からの、玉木から、伝授されたいっていう声をいただいて、よっしゃやるぞっていう気が一気に湧いてきて、わーって、一気に申し込んで一気に取ってきました。そう、本当はそ、すごいご予約の取れない先生なんだけど、なんか、本来なら1ヶ月先までいっぱいだけど、みたいな。なんか、でも、無理やり入れてくださって、ありがたいことに。でね、霊気ってファーストとセカンドディグリー、サードディグリーでティーチャー。これ4回やんなきゃいけないのね。で、一気にやる先生とかもいるらしいんですけども、普通は1個ずつ、1日1回とか、うん、1日1つとか、で、何日か空けてみたいな感じでやって、ファーストはね、なんか1つのシンボル。で、セカンドで3つのシンボルと、マントラか。シンボルってこう、なんか図形みたいな感じ。描くような図形。で、マントラは唱える言葉でね。で、セカンドは3つあって、サードは1つあって、で、ティーチャーは、まあ、ここまでやったことを、こう、人に伝授、教えることができるよっていう。そう。だから、教える必要がなければ、セカンドとかでも十分なんだけどね。うん。セカンドとかでももう全部できるんだけど、そう、セカンド、サードくらいまででいいんだけど、人に伝授するならティーチャーまで取らなきゃいけないみたいな感じ。取ってきたんですけれども。まずは見ていただこうかな。なんかね、すごい素敵な認定証をいただいてしまった。これさ、鏡になってるから天井が映る。この辺にカメラが映ってるんでしょ。よいしょ。こんな感じでですね、霊気、マスター、ティーチャー、私の占いの名前で野本玉木で書いていただいて。はい。6月28日に撮ってきましたよ。はい。素敵でしょ？素敵な額に入れてくださって。ありがたい。で、どこで撮ってきたかっていうと、クイーンズティーっていうヒーリングサロンのタケ先生。男性の先生。タケ先生にね、4時間かけて、みっちり、青山一丁目まで行って、住所はね、赤坂なんだけどね。赤坂7丁目なんだけど、青山1丁目駅まで行って、暑い中歩いて行って、あ、撮ってきました。すっごい素敵な時間だったの。もうね、霊気を教わるのはもちろんよ。で、今までの復習もしていただいたの、私なんかもう撮ったのが何しろ十何年も前だから、霊気ね、薄い式西洋霊気だからね、直伝霊気とかいろんな派閥があるけど、私は薄い式の西洋霊気を前の先生からも教わったので、同じ流派の先生に教わって、霊気の復習、過去のファーストからサードの復習をして、ティーチャーのね、やり方、伝授の仕方とか、心構えとか、そういうのを教わったりね。あとはね、薄井先生、鞍馬山で21日間修行して、宇宙と繋がったみたいな、話を私、ライブでもしてると思うんですけど、なんかね、私の先生からは断食して21日目に悟ったみたいに教わって、一般的にはそう言われてるんだけど、この、
竹先生が見せてくださって、鞍馬山の修行してた場所っていうのはこういう場所で、そこにね、すごい不思議な修行場があってですね、屋外なんだけど、ここにずっといたんだよって言って、ここにいると宇宙と繋がれるんだよっていう話をして、ああ、私も行きたいみたいな、なんかそういう気持ちになるワクワクをもらったりしてね、薄い先生の熱い気持ちとか、愛についてね、愛みたいな。薄い先生、愛情深い人のね、愛とか宇宙とかそういう概念の話を聞いたりですね、宇宙ね。ああ、変なことになってた、宇宙。で、あと、これを、日本の霊気を西洋に広めたのが、高田、ハワヨ先生っていうね、先生で、そう、この方のお話もね、聞いたりして、お二人のこの、薄井先生とハワヨ先生の愛情とか、うん、どういう心構えで霊気とね、向き合って、これ人に広げていくかみたいな、与えていくかみたいなことを強く意識しまして、あ、私さらに精進しようっていう気持ちになりました。はい。すっごいいいですよ。超おすすめ。で、この先生がね、竹先生が本物っすよ。なんかさ、いろいろあるじゃない、霊感霊視とかの先生。で、竹先生はなんか霊視とかで、霊が見えるとか、霊とつながる、コンタクトできるじゃなくって、宇宙とつながるのよ。宇宙と直接つながるって言ってた。つながる。うん。そう。あと、ハイヤーセルフの話とかもしたね。宇宙と直接つながるから、真実がわかるみたいな。で、この授業の合間に、あ、ちょっと今、玉木さんのこれ見ていいって言って、すぐリーディングが始まるのよ。ちゃちゃって。思い立ったらすぐ、リーディングが始まって、すごいいっぱいリーディングしてもらって、そのリーディングが素晴らしいのね。びっくりしちゃって、なんか感銘受けちゃって。で、リーディングした後に数字をメモしてて、この数字メモしておけばアカシックレコードだからすぐ思い出せるのって言ってて、アカシックレコード、そう。詳しくないんだけど、うん、そうね。なんかこんなキーワードを言ってた。宇宙に聞いてるって言ってた。で、とってもリーディングが早くて、で、私、見てもらって、すごいことをおっしゃってくださったのね。で、それびっくりして、え、これ、ちょっと先生、録音していいですかと、私、YouTube やってて、ってこれなんか、聞かせたいくらい、なんかすごい内容だから、録音していいよって言って、うん、なので、録音したのを聞かせますね。どういうリーディングしてもらったか。じゃあ、始めますね。こっから、ノンストップで、一回も編集しないで、カットもしないで、そのままの、空気感を味わっていただきたく。で、私がなんかキーワードを書いていくわ。はい。お願いします。はい。はい。お名前は？あ、じゃあ、私、じゃあ、玉木って呼んでください。玉木さんで。はい。はい、はい。了解です。はい。はい。お願いします。じゃあ、玉木さんの、はい。魂がですね、はい。何回ぐらいちょっと転生されたりとかね、はい、人間やってらっしゃるかっていうのをちょっと拝見させていただいたんですけども、はいはい、どう見てもちょっと余裕で400回以上400回って普通じゃないですか。いや、全然普通じゃなくて、すごい多い。多い。すごく多いんですね。だから、なんていうんですか、人間ってやっぱり衣食住の経験、はい、悩みとかっていうのを多く引きずるものだから、はい、本性はやっぱりすごくこう滅多に得られないような女性としての経験だとか、はい、滅多に得ることができない幸せだとか、はい、そういうのをやっぱりこう追求されたくなってくると思います。ベースメントとしてね。なるほど。うん、ベースとしてね。はい、だから、やっぱり牧場で暮らされたりとか、ね、そういう人生がすごい幸せなんだけれども、誰もがちょっとこう、やれるような人生が、ちょっとこう、もう、いろいろやり尽くされていてね、ええ、ちょっとレアな人生をすごく送られてたじゃん、思われると思うんですね。はいはい、だから、一般の女性の方が、うん、これがちょっと幸せな女性の生き方よっていう生き方ってあると思うんですよ。はいはい、僕の時代だとね、短大を出てですね、はい、超有名企業に就職し、はい、2年ぐらいで寿結婚し、はい、
お子さんを産んでね、はい、で、まあ、自分の充実ぶりとかをこういろいろ訴えたりとか、はい、そういう、まあ、素敵な人生だけでは心のピースを埋められない、はい、なるほど。そういうね、ちょっとこう、やっぱり今までいっぱいやってきたから、うん、ちょっとこう、珍しい人生を探される傾向にあると思います。で、あ、これは、はい、まあ、400って数はとても多いからなんですけど、はいはいはい、でじゃあ、そんな玉木さんが、はい、玉木さんの魂って、はい、どういう部分を特になんか鍛え上げられてきたというか、はい、すごく育てられてきたというか、はい、そういうのをちょっと見させていただいてもいいですか、はい、そうするとですね、はい、一番ちょっと大きいのを見ますね、はい、本当は2、3個見てもいいんですけどね、うん、ちょっとほうほうほう、わかりました。はい、ね、玉木さんが、魂が得意なことっていうのは、奉仕することなんですって、で、奉仕することって何っていうと、うん、愛を持って人を導くことなんですよね。うんうんうん、じゃあ、愛を持って導くことと、まあ、愛をそれほど持たずに人を導くことの違いっていうのが、うんうん、玉木さんの定義の中でどうなってらっしゃるかっていうと、うん、玉木さんの中では、人をね、助けてあげるときに、救援したい、はい、助けられる人の力を利用しながら助けてあげたいと思ってらっしゃるんですよ、うん、で、そうじゃなくて、うん、助けられる人が全く自分の力を使わないで助けてもらうことは救助になるんですね、例えば病人の方が病院にいらっしゃって、うん、こんな病院食も食べてらんない、刺身に食いたいから、うん、ちょっと玉木さん買ってきてくださいよ、うん、とかで、例えば玉木さんが、はい、ね、病院の、入院されてる方、お見舞いの時に言われたとしますよね。はいはい、で、その時に、まあ、例えば、まあ、ケースバイケースですけれども、応募にして、あ、私が来たら、すぐ買ってきてあげればよって、例えば、言ってあげたら、はい、まあ、この方は喜ばれるとは思うんだけれども、うん、やっぱりそこには依存心が芽生えてしまって、その人自身の生命力っていうのが、ちょっと損なわれてしまう可能性もあるんですよね。で、玉木さんが好きな助け方っていうのは、はい、私が肩貸してやるから一緒に歩いてこうぜってそういう、はい、そういう助け方が好きなんですよね。だから、要するに支援された方の生命力を増やすような助け方、はい、それこそが、だから助けてあげた方とか玉木さんと関わった方が、はい、お帰りになるときにアスファルトちょっと強くキュッて帰れるような、はい、自分一人でも生きていけるぞっていうようなエネルギー、そういう形で人を導いたりとか助けたりするっていうことがちょっと得意な魂なんですよ。なるほど。まあ別に褒めたくはないんですけれどリーディングでもそういうふうに降りてきてしまうんですよ、はい、もういや自分では多分、はい、今おっしゃったことはちょっと、はい、お分かりいただけるとすごい分かります。すごく分かります。それがものすごい得意な魂なんですね、うん、でここでテーマとしては、はい、やっぱり、例えば大谷翔平くんって、野球が得意な魂だと思うんですよ、はいはいはい。そうするとね、うん、やっぱり市民野球で勝ったりしても、うん、高校野球で優勝しても面白くないんですよね。うん、やっぱり大リーグで勝ちたいってなるでしょ、はいはい。そうすると玉木さんの場合どうなるかっていうと、なかなか一人で歩くことができない人を、うん、あなたはそれでも助けられますかみたいな挑戦をすごいすることが多くなるんです。だって当たり前、ね、だから自分の力の常に 105% とか 110% ぐらいを使って助ける、はい、そういうことがね、すごい挑戦としてはね、はい、まあ出てくるだろうなってちょっと予想されますよね、はい、まあこちらからは以上です。ありがとうございます。そうですね、これが今のちょっと魂が得意なことなんです、はい、じゃあその玉木さんが丸めてますけどね、これね、丸めてる、紙丸めてる、その玉木さんが今世、はい、もうどういうこと、感情とかをものすごく体験されたくて、うん、ちょっと生まれてきてるのかちょっと見させていただいてもよろしいですか、はいはいはい、お願いします、はい、アイスを一口、ああもう一口一口と
今世、玉木さんが、すごい、なんか、体験されたいのっていうのはね、はい、簡単に一言で申し上げると、絶対これって、真意を汲み取っていただけないんですけれども、はい、今、イライラしないで、生きていけることなんですね。はい、で、そのためには、自分の中に常に愛がないといけないんですよ。うんうん、だからこそ、イライラしないで生きていけるのね。はい、で、その自分の中に愛があるっていうことに関して、うんうん、玉木さんの魂が今世ちょっと考えてらっしゃるのは、人間って、すごく、なんていうのかな、愛を失いかけるときっていうのがあるんですよ。で、そういうときに、それでも自分は愛を例えば捨てないでいられるかっていう、ね、はいはい、そういう体験をものすごくされたいんです。そこにまつわる感情をいっぱい体験されたいんです。だから、例えばなんですけれども、なんていうのかな、玉木さんがどういう、例えば人の姿を見たら感動するかって言ったら、例えばこう、そうですね、野球選手でもいいし、はい、歌手でもいいんですよ。はい、まあ、すごい受賞式なんかね、例えば、なんかオスカーだとか、レコード大賞とか取って、はい、ものすごい、わーって喜ぶ瞬間ってあるじゃないですか。はいはい、ね、はい。オリンピックだったら金メダルする瞬間とか。うん、そういう時ってやっぱり無頂点になるから、一瞬喜びで心の中が駆け巡って、すごくこう、心がいっぱいになっちゃうんですけども、はい、そういう時に、小さな少女とかがね、うんうん、お姉ちゃん、玉木お姉ちゃんおめでとうございますって花を渡したいのに、うんうん、背が小さくて投げられないこととかに気づけて、うんうん、その少女から例えば花をもらえるような心の余裕がある人、うん、そういう人を見るとすごい感動するの、うんうんうん、あとは例えば王様とか、はい、女王様なんかのパレードとかってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのってやっぱりただまっすぐ堂々とこう更新してくださいみたいなことをちょっと言われる場合が多いと思うんですけども、はい、王様とかが、ただもうこうさって更新してるときに、いきなり止めろって言って、ちょっと止めなさいとか言って、沿道にいる、ちょっと震えているおばあちゃんに自分の街灯を着せてあげる。こういうように、なんか愛の気持ちが本当に人間損なってしまうようなときに、それでも私は愛を損なわずにいることができますかっていう体験をすごいしたんですね。なるほど。うん、だからもう教室に入ったら、お世話になってる人から、親友からがみんなが亀をいじめている。うん、それでも、亀をいじめないでいられますかみたいな。すいません、ちょっとこれは、例えがひどすぎるんだけど。とか、あるいは、本当にこう、まあ、見放されそうな人とか、うん、すごく性格がいいんだけれども、うん、どんちゃんとか、うん、そういう人に対してイライラせずに、うん、いかに愛の気持ちを持ち続けるかとかね。うん、こういう、人がその愛を損なってしまうような状況下でも、常に愛を失うことなく、たとえ失恋したり仕事を失敗したりしても、駅でおばあちゃんが聞く顔の困ってたらすぐ助けてあげたりとか、そういうことした時にものすごく気分が良くなってしまって、なんていうかな、自分の中に常にこう愛の気持ちがあるか、それを、まあ人を通じて感じたり、自分がそのことに関して葛藤したり、その辺のことを今世でやりたいというのを。なるほどね。はい。なるほど。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じでございますかね。ありがとうございます。え、何世紀前って言いましたっけ、私。紀元前、小千年ってすごいですね。感じがね。はい。はい。そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。非常にありがとうございます。ありがとうございます。うん。だからすごい、なんか、人間としてはやっぱりレアケースというか、すごい難しい挑戦だと思うんですよ。だから、なんていうのかな、自分がいい時って誰でも愛出せるじゃないですか。そうですよね。うん。はい。余裕がある時は。あ、そう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 。多分、ね、宝くじで1億円当たったら蹴られてもまたも来ないですね。そうですね。ちょっと蹴られてもまたも来ないと思うんですよ。確かに。だから、まあ、そういうちょっとご体験されたいということなので、ご自分の前半生っていうのは、やっぱり苦労されてきたと思うんですね。それなりに。でも、後半になるにつれて、
それを他人に向けるようにする。なるほど。うん、だから自分がやられて、それでもやるんじゃなくて、そういう方であっても、自分の愛を発揮できるか。うん、で、それを先ほどの、なんていうのかな、あ、そう、愛を持って人を導く行為ですね。はいはい、救援行為、はい。その人の力を使いながら、その人を助けて導いてあげるっていう、はいはい、こととちょっと結びつけて、行かれるということですね。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも、あ、今やっていることは、うん、なんか間違った方向性ではないんだなっていうのは分かって、ありがとうございます。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、これ、音声、YouTube 大丈夫ですか？本当に。音声だけ。ありがとうございます。じゃあ、一回止めますね。はい。はい、ちょっと、バーっと話したんで、わかりにくかったかもしれないですけど。あ、わかりました。すごくわかりました。本当ですか。いつもこう、話しながら、リーディングしながら、うん、はい。以上、竹先生のリーディングでしたが、いかがだったでしょうか。ね。あ、すごいな。あ、本物だな。本当に私のことわかってると思って。すごいびっくりしちゃった。私、ね。400回余裕で人間やってるらしいですよ、400回以上。びっくりしちゃった。紀元前4、5000年前から人間やってるらしいっす。なんか、そう、これ録音する前に第一声が、なんかこのサロンに来た今までのお客様の中で上位5位に入るくらい人間やってるって。それでびっくりしたの、そう。400回ってすごいらしい。へえーと思って。そんなに人間やってるらしいよってね。そう。この録音の後にも話してるんだけど、救援っていう言葉が出てたでしょ？その人の本来の力を活かした救援をしたい。作り方。だから、完全に依存して、もう何の力もないけど、玉木さん助けてくださいよみたいなのは苦手でしょみたいなの言われてそうなんだよね。そういう話をしたりね。そう。あとね、そう、ちょいちょいリーディングが入るから、そのどこには入ってないんだけど、私の玉木の、占い師としての適性もリーディングしても、そう、してって言ってるんじゃないけど、先生がしてくれるんだよ。あ、これ見たいって言って、そう、ちゃちゃってしてくれるのよね。で、これは玉木の占い師としての特徴っていうのは、なんか一般常識で人を見ない。その人の世界の中でその人を見ます。よって言われた。で、なんかね、小さな変化に気づく。あと、なんかテレパシー能力がある。テレパシー能力があるから、もう一瞬で人、その人がどんな人かとか何考えてるかとか、あ、心閉ざしてるなとか分かっちゃって、心閉ざしてるとすごい、なんかやる気なくしたりとか、そう、分かると思って。どんな人か、そう、だから、心を開いてくれて、本当にありがとうって言ってくれる人は、本当にこの人嘘がないなって思って、本当に嬉しくなるけど、なんか嘘偽りの言葉、表面上なこと言われると、分かっちゃって、もう一気にすごいテンションだだ下がるみたいなの、すごい分かるわって思って。うん、で、そう、一般常識で、普通は、例えば、なんだろう、先生が言ってた例で、なんか、テスト100点満点を、いつもこう、10点しか取れない子とか、こう、みんなが1分でできる問題を10分かからないとできない子がいるみたいな。それを、普通の周りの一般常識では、あの子はできない子みたいな子で見るんだけど、私の場合は、その子の世界で、例えばできない、ね、人よりゆっくりしかできないことがあるとか、そういうことでも、例えば次にやった時にはちょっと少し進歩があった。それを気づいてあげて、あ、すごい、できたね、成長したねっていうことに気づいてあげて、その人の世界の中で見て、喜んで励まして、成長を喜ぶみたいな。で、こう、背中を押していくことができるよって言われて、あ、すごい嬉しいなって思った。うん。あとね、なんか、あ、今の占い師としての適性じゃないかも。なんか、ハイヤーセルフさんかな。ハイヤーセルフ。玉木のね、玉木の、ハイヤーセルフが、
玉木のどこを好きか。まあ、今の話だったかな。うん。なんか一般常識でその人を見ない。で、なんかプラスでなんかね、やる気ゼロの人を1にできるっていうのも言ってた。なんかやる気、例えばやる気ね、5の人を10にするとか、すでにあるやる気のある人を、こう、アップするのは簡単なんだって。誰でもできるんだって。でも、ゼロ、全くない人を1にするっていうのはすごい難しい。それが私にはできるよって言われて、ほーって思って、これも嬉しかったんですけれど、まあ、とにかく、竹先生のこのリーディングがね、感銘を受けたので、皆さんにも聞いていただこうと思って、こんなことを玉木言われたよと思って。はい。ということで、本題は、霊気ヒーリングのね、ティーチャー、先生になったので、いずれこの伝授できるような環境も整えたいと思っております。まあ、すぐにっていう感じじゃないけど、だって場所とかないといけないので、うん、ちょっと考えますね。よろしくお願いいたします。はい。こんな玉木ですけれども、今後ともよろしくお願いいたします。はい。私、宇宙の愛みたいなね、そういうのを私も広げていきたいなって、すごく強く思っちゃった。はい。では、ありがとうございます。さよなら。